こから。いたれ栄養術師って、いたれ頭に響く。これは何、誰、何時栄養を置いてる錬金の術師、手ずからの鍵まで回転のうちにいたれ。私たちがなぜこんな危ないことをしてるかというと、話はほんの一日前。だから水路から遠くても淡水化装置があればみんな簡単に水が得られるんですってば。実演はしたし、私も飲んでみたじゃないですか。一体何が不満なんです？その装置に不満があるのではない。ただ水とは島の水源からもたらされる神聖な恵み、便利とか不便とかそういうものではないのだ。お主の錬金術の腕は認めるが、驚いたな。ライザが古老と損壊でやり合ってるよ。あの悪ガキが随分偉くなったもんだね。父さんやランバーが言うには村でも何かと頼りにされてるそうだ。まったくあの悪ガキがね。お薬から爆破まで何でもやります錬金術師か。せっかく夏季休暇で帰ったのに遊ぶ暇はなさそうだ。どうせならパーティーを誘ってやればよかったんだ。来たがってたんだろ、空剣島に。が、彼女は軽々しく王都を出られる身じゃないし。古老だって私の腰痛の薬を使ってるくせに。それとこれとは話が別じゃ。こんな私のなんてことない当たり前の日々が唐突に終わる。コロライザ大変だ。とある予感がした。何事じゃ創造師。エリプス湖の湾口に突然島がいくつも現れたんだ。え？またあの夏が始まる。どこまでも眩しくて騒々しいあの夏が始まる。そんな予感が。星の真ん中に自分で選び掴み取れる。
の夏の隠れ家騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色なんと、あの島には魔物まで。真っ先に物見を出したい。それより、ボス。本当に。やめろ、父さん。心配するのは俺じゃなくて、ボス。それはそうだが。うかつに湖に入って座礁しなければいいのですが、一応、小回りの利く漁師に外界を見張らせています。ランバー、港に交易船を見つけた者と安全に誘導した者に報酬。はい、わかりました。事件は大変だけど、島のみんなはうまくやってるみたいだね。ライザ？ん？あ、何タオ？何って、本当に大丈夫なの？なんとなく考え事してただけ。頭の方はもうなんともないから。ならいいけど。ライザ、今度の怪我人に与える傷薬を頼む。はいはい、お任せ。はあ、損壊の決議はうやむやのうちにお流れかな。あの島の件で何か手柄を立てれば、コローもさすがに許してくれるんじゃない？本当にそう思ってる？そうであってほしいとは思ってるぞ。このやりとり、やっと島に帰った気がしてきたよ。里帰りの学生さんはのんきですこと。私の方はしっかり錬金術の依頼を果たすとしましょうかね。素材は確か切らしてたっけ。釣りの素材なら森で集まるかな。村は大騒ぎだ。どこもかしこも混乱してる。私たちが取り除ける不安もあるはず。できることはやっていこう。新たな舞台、新たな冒険。どこに行こうかな。さて、今回はどんなものと出会えるかな。
私は最高の錬金素材と出会いたい。いいもの手に入るかな。どんな素材も無駄にならないからね。ライザなら有効活用してくれるよね。発見。ティアー。とりあえず集めておくか。さあさあ集めちゃいましょうね。この辺りで薬の素材が取れそう。発見。ここも地図に印を置こう。早く。ティアー。ティアー。ティアー。移動も多いし、身軽な服装を選んで正解だったな。ねえボス、そういえばちょっと痩せた？体を動かすようになって多少引き締まったかもな。よっよっ。今回の収穫はと。なんだか楽しそうだな。素材よし、釜よし。それじゃあ始めよっか。どれにしようかな。どこに入れよう。材料は入れる場所は入れる場所はどれにしようかな。いいか、よし、行け。完成。さて、これを港のあが、またあの時みたい。頭にレシピがひらめいた。なんだかよくわかんないけど、とにかく調合して確かめて。ダメだ、何も感じない。
仕方ない。とりあえずアガーテ姉さんは港で待ってるはず。早く私に言ってあげよう。